いてるの。まずは町内にご挨拶をしました。町内でもいくつかの班に分かれているので、班長さんや隣近所と町内会長さんにもご挨拶をしました。皆さん優しく接してくれて、何か困った時には相談に乗ってくださるので大変ありがたいです。子どもを地域全体で見守ってくれるため安心できます。柏崎の知らない情報も教えてくれます。地域で行われる活動、地域のイベントとかにできる限り参加して、町内の人と接するようにしています。周り近所の皆さんに挨拶をしたり、町内会長さんの方に挨拶に行ったり、あとは地域の中を散歩したりして、いろんな方に顔を合わせるように意識してやっていました。地域おこし協力隊としてもこの地域に関わっておりまして、いろんな企画を日々行っているんですけれども、地域の方がとても気さくで話しやすいので、何か困った時には相談に乗ってもらったり、一緒に考えたりして、さまざまな面でお世話になっています。あまり年齢を意識する必要はないと思っていて、むしろ年配の方が多い方がよくしてもらっているような、そんな気がしています。でとても優しい方が多いので、自分が市外から来たっていうことで遠慮をすぎると地域の方の気を悪くさせてしまうんじゃないかと思って、強いて気をつけていることがあるとすれば、遠慮しすぎないことを気をつけています。最初柏崎に来た時は右も左もわからないことが多かったんですけれども、地域の方から行きつけのスーパーだったり、おすすめのお菓子屋さんだったりを教えていただいたりして、そうした地域ならではの情報を教えてもらえるっていうのはすごくありがたかったです。でインターネットにもいろんな情報が載ってると思うんですけれど、なかなかこうした小さな地域の情報っていうのは載っていないことも多いので、こうした、小さい地域のことはやっぱりそこに住んでいる方に聞くのが一番だと感じました。